知らない？映画？映画、何？新しい映画だよ、ホーンテッドマンション。ほんとだ。マジ自然光って感じだった。怖い。じゃあ、鮭でかっ。鮭大きいよ。鮭食べたいかもしれない。トースープも飲みたい。熱いよね。遠いんだよ。鮭好き。鮭お魚が落ちた。お魚が大事だよね。カルシウムとか大事。頭も良くなる。頭が良くなる。歌あるよね。魚魚魚魚魚を食べると。ヘイって感じで。魚の歌マジ流れてるスーパーとかね。ね。魚の歌テンション高いって出てるよ。サルツンほら。私はもうあれ数字持ってるから。こんな高い？いつも。いつもこれ。マジ？なんか低い時がない。だから逆に低いと超心配されちゃう。帰って大丈夫。やばいやん。通常運転スタイルだから。こんにちは。ね。次三部か。え？次で終わり？そう。マジ終わりだよ。マジ？全然明るいねじゃあもう本当に。そうだよ。マジか。隣にリサちゃんがいます。隣の隣のリサちゃんがいます。ね、離れてるね。離れてる。ちゃんと顔がある気は。何？今日テレビついてるよ。これ何？王様のブランチ？うん。え？土曜日だっけ？王様のブランチ。土曜日だよ。でもなんかさ、もう終盤だよ。あれ、うん、何やってんの今。お、藤森さん髪切った。あれ短髪じゃなかったよね。確かに短い髪見て。なんかさ面白いやつがさないよ。うわでかっ。僕のテレビ欲しい。大きいよね。あ、ゼロイチやってるよ。そうゼロイチもね見てた。知らさ。さっきなんかね、なんだっけ、別荘のねあれやった。ハイトクミス。ヨンちゃん、一回変えてみる、うん、あ、ヤスコさんいた。あ、終わったか。ヤスコさん、え、待って、ななみちゃんじゃん。友達。友達。あ、友達。あ、ななみちゃん友達。可愛いよね、うん、めっちゃ綺麗。え、リサと同い年だっけ。信じられない。ななみちゃん、ななみちゃん、ななみちゃんやばい。大人すぎて無理。本当に大人。美味しそう。ラザニア？ほら見ちゃう、かわいい。顔ちっちゃいの。ちっちゃい。やばい、15頭身ぐらいある。え、おいしそう。なに？おいしそう。あ、スイーツか。お取り寄せ。しょっぱいものが食べたい。待って、鮭食べたくなってきた。その鮭だけ奪いたい。奪ってきな。奪ってきな。なんか全部大きかったよ、鮭。ね、うん、思った。なんかどうした？豚の塚田農場ってこと？確かに、塚田かもね。塚田よ。塚田さん。塚田農場じゃない。佐々木氏とのエピソード聞きたい。だって佐々木氏最近会ってない。嘘ついた。会ったよね。会ったね。会った昨日一昨日か。でもうん、一昨日会った佐々木氏。みんな佐々木氏というかみんなに会いました。みんなに会ったね。わあ、臭い。ねえ待って、何それ。なんか臭い。駄菓子？え、なんか臭い。やめて。多分食べたら美味しいんだと思うけど、うん、なんかおかきみたいなね。お、それ美味しかった。やっぽやっぽ。ちょっとさ、鮭食べてみよう。えぇ、何味？なんだろうこれ。嗅ぎたい。なんかなんかあれみたい。札幌ポテト。あ、それよりなんか味が薄いし匂いは強烈。どういうこと？美味しくない。で、うん、食べてみたい。いいよ。じゃあこれ食べてみます。じゃあこれ商品名言っちゃったらすごいディスることになるから言わないときます。お昼ご飯食べた。え、鮭食べたい。味がちょっと薄めの。でもね薄いよね、うんうん、これ。ちょっと見せとかないとね。
ねえやばい、鮭が大きいけど画面に映らない、やばくない、すっごいすごい塩分って感じ、塩分、え、唐揚げも入ってる、たつ、何それ、たつたん、え、確かになんか珍い、塚田農場といえばこれは何だろう、うん、何だろう、小松の、うん、この緑のやつ、魚、あ、みたいな感じのやつ、ね、あ、福くんが大きい、え、福くん待って、え、大きくなったよね、え、すごい、あ、大人やんもうあんなさ、なるなる前に見てたのに、やばいよね、すごいよ、なんか福さんだね、うん、ねえ、すごい、なんかケアやココヨくんもすごい大人になってた、うん、確かに、やばいね、確かに福くん仮面ライダーとかも、うん、やばくない、しかも福くんはずっと仮面ライダーに憧れてたんだよ、だからめっちゃ嬉しいっていうのを見た、なれた、なんで、あ、びっくりした、ショールームやってるよ、あ、危ない、危ない、またミュートになるとこだった、ミュートやばい、何言おうとしたの、ミュート案件だよ、面白い、なんでここでやってんの二人で、なんでここで二人でやってんの、ね、これなんだ、え、おそば、なわけなく、海藻、メカブ、昆布、昆布、え、こんなあったっけ、あ、緑だ、私じゃん、そうだよ、そのつのね、バイバイバイ、基本校だよ、そうだよ、ねえりさ、ね、そうだよ、ね、絶対見ようね、絶対に見ようね、楽しみ、マジで明日見るの、ね、楽しみ、なんで興味ないの、え、一人じゃ見れないんだ、違う、見れないんだ、違うよ、違うすっごい言われるじゃん、違うよね、りさ、そうだよ、ね、じゃあ見れるの一人で、本当はね見れないんだ、見れるけど、ね、すごいよ、なんかりさとね一緒に見ようねって言ってたんだけど、だ話し会だったから、うん、そうなの、じゃあお泊りするって話になったんだけどさ、うん、2日間連続お話し会だからさ、うん、なんかさすがにそうなんだよね、そう、それが、ね、お家がいいかなってなって、うん、で一人で今日見て明日見れば、明日一緒に初めて見るの。左耳終わった。左耳は無事終わりました。ねえりさ、ね、一緒に見るんだよね。ね、絶対寝ないでね。お願いだから寝ないで、ね、でも一緒に見るから寝ない。この間寝たんだよ。本当にだから。本当じゃなかった。ホラーのやつよね、映画みたいな、結構怖かった、いや怖かったんだけど、でもなんか途中ちょっと分かんなかったりもして、そうそうそう、でもね途中でなんかもう怖いまでにさちょっと時間あったりするじゃん、うん、え、なんかさうちの配信ってさなんか確かにハイブレイクだね待って、いつもさ顔映さずさずっとここだったよ、ハイブレイクだよ、なんかうちの配信ってえなんか首映ってないんだけど、もうハイブレイクだね、リサのねハイブレイクめっちゃ怖いんだよ、超怖い、髪の前にして、うん、ちょっと待って、一回走って私の背後でマジで怖いから、で、こっち映ろう、ちょっと見ててね、うん、あで、怖いでしょ、で、今日の服とかもさ、しかもこうやって清楚だから、こうやってね、先週さ、こうかぶってんじゃん、うん、で、わかんない、わかんない、こっちいないよ、人、こんにちは、あ、え、後ろ誰もいないよ、あ、怖い、怖いでしょ、なんか海外のさあのホラー、そうホラー系ってこういう感じやね、確かに、ああね、こういう感じ、そんなだから、ね、ゆるほら、ゆりは私マリサです、ね、絶対違う、目触りたい、ね、目触りたい、私マリサです、怖い、でもコーンスープ飲みたい、食べ持ってきな、ね、うん、お尻ちゃん、ね、怖いだから、ナチュラルリサハラされたよ今。ね、ほらナチュラルリサハラって言いにくい、ナチュラルリサハラ、ナチュラルリササラ、ナチュラルリササラ、あ、サラうずくない、なんか言える、怖さないわ、え、より怖くないよ全然、なんかほら、あ、でも怖いか、服装だよ、怖いかも、こんな腹出してる幽霊いないだよ、腹出し幽霊いないだよ、ずっと見てたら怖いかも、腹出し幽霊怖い、ずっと見てたら、
アラウタンキュッて怖いねえ怖いこうやってね、ゆっくり動くね、こうやってね、こうやって講座始まってる、幽霊講座、こう見て、分かった、やってみる、うん、やるんかい、やるんかい、え、待って、怖い、怖いかも、待って、怖いかも、え、待って、意外と怖い、なんか最初は、え、じゃあそっちでやる、ちょっと見てて、怖いかな、腹出し、ゆっくりね、うん、なんか怖くない、どうなんか、心霊的な怖さじゃない、人間的な怖さ、あ、人間で、なんか背後から何かされるのかっていう、怖い、それは、怖い、なんかさ、首がさ、長いから、うん、確かに首ね、首長いから怖い、首長竜だ、怖いね、首長竜って知ってる、知らん、え、そういう恐竜がいるんだよ、めっちゃ長いの、本当にいるの、首の首長いのっていう、なんていける、え、本当に面白い、面白いね、緑だね、この先も、え、ちょっとおもちゃの毛がいっぱいついてるんだけどさ、ほんちゃん、え、本当、うん、ご飯食べるんだよ、だって食べた、うん、食べたのかい、どっち、今早い、あのね、お弁当食べてない、え、じゃあ何食べたの、コンビニで買った、あ、そう、ドリアかと思ったらグラタンだった、珍しい、麺じゃないなんて、そう、だから、うん、そう、小麦をやめたかったからドリアに、ドリアにしたつもりだったらね、マカロニだったから結局なんか、うん、かわいいし、なんか友達、友達なんだってあ、あ、間違って4日だって、惜しい、でも724位だったらいいや、しかもむずいね、え、これ全部知れるの、寒っ、うん、犬座ってあんの、え、犬年じゃない、あ、年やばい、犬座とか言ってやばい犬座やばい、待って、犬座やばい、犬座あんのって真面目に考えちゃった、やば犬座、トラ年、え、千、いや、めっちゃあるじゃん、1383通りだって、そんな全部知れるの、ね、知りたい、他人の評価で心が揺れるのか、あ、でも習慣占いか、なんだ、うん、一生じゃないのね、そりゃそうだ、一生やばい、4383位だったらもう終わる、え、じゃあその724位って上なんだ、あ、どんどん下になってるのか、え、8月4日近いのすごくない、しかもネズミ、私もネズミ、え、じゃあ俺じゃん、1日違いじゃん、だって、あ、あ、多分そっか、違うね、じゃ、え、おしゃれになったこの人、なかなかない、え、指原さんかわいい、え、こっちちゃ、かわいい、かわいい、3000、え、指原さんかわいい、昨日 LINE したんだ、え、なんで、なんの、あ、昨日じゃない、おとといだ、どんな LINE？ やばい、怖い、なんかもう、まねさ、テルマエロマエ、テルマエロマエ、テルマエロマエみたいな、テルマエロマエ、何それ、年、私タツ年だよ、年、全然ないじゃん、タツ年って何、リュウ、あ、かっこいい、いいね、リュウちゃん、いいね、え、一気に知れないの、え、終わり、え、これあれが出るんじゃない、公式に自分で調べるしかないね、公式に、あー、ツイートされそう、あ、うちらもね、歩き、え、いいよ、別に、そうだ、かわいい、今年、今年めっちゃかっこない、かわいい、お花さんしたんだろう、ね、かわいい、ピンかわいいな、おい、かわいい、あ、かわいいな、指原さん楽しそう、じゃあもう夏だよってかさ、やっぱさ、この24時間テレビが終わったらもう夏が終わりなんだよね、終わりなんだよね、夏の終わり、君の夏の終わり、ドラゴン野口だって、かっこいい、わドラゴンってすごいね、うちはね、野口チーターなんで、そうだよ、チーターだよ、ほんとにマジで今年さ、運動会しなくてよかったね、絶対去年よりバッチバチに遅いよね、うちは、そりゃそうだよ、バチバチに遅いと思います、もう無理だよ、さすがにね、無理、もう頑張れない。感謝祭で。ドキドキするもん、あの緊張。ね、心臓に悪いよね。やばい、連帯責任。だってさ、泣いたもん。泣いたよね。覚えてる？泣いたっけ？え、なんか登場するときに、なんかもう怖すぎて泣いたもん。自分がヘマしたらどうしよう。だから最年長はみたいな言われるんだろうなと思って、もう怖くて泣いたけど、いい塩梅で目立たなくてよかった。
楽しかったね。楽しかったよ。イコラブが最下位になったとってさ、うん、おいおいってなって面白かったと思う。どっちにしろ。うん。ロブチーターかっこよかった。ね、最後のねリレーのね瞬間が感動したよね。本当に。懐かしい。感動した。泣いたよ。ずっと覚えてるよ本当に。ね、感動。楽しかったね。ピンで邪魔するやつよかった。あれだ、瞳とやつだ。あれ楽しかったな。瞳とやつ。本当面白い。面白いね。ね。でも今見えていいやつだからね。私劇団四季のアラジン見に行ったことあるよ。いいな。この人この人。え、すごかった。でもどうなってんだろう、あの本当に魔法の絨毯が浮くんだよ。どうなってんだろうってね。マジで。そう。I can show you the world。Hey hey。あ、ちょっとアラジンっぽいよ今日の服。アラジン。イオジン。オリジンみたいな。なんで来たのここに？声が聞こえたから、人の声がざわ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 。怖い。盛り上がってた？うん。盛り上がって。C で2つでハートになって。あれキアラの真似できるよ。ねえ、こう見ない？ショールームでやってたやつ。そうそうそう。を2つでハートになってピースを逆で猫耳私もなんか流れてきた、あれおすすめかもに、ね、めっちゃ流れてきた。でもさ、今回のさ、考察の時めっちゃやってって多くなかった？うん、なかった。うそ、うん、もうめっちゃあれやって、あれやってみたいな。推しの子のポーズやっては、あ、これあのこれ猫耳みたいにして、え、これ下のさ、あ、ああね、え、虫の子ってこれじゃないの？なんだ、それは振り付けやろ、創作の。あ、そういうことか。あれこれさ、オフィシャルじゃないの？あれは違うと。あ、そうなの。思う、多分。だから後でテンション高い、みんな元気。顔出しお願いします。もう前のことになりました。うん、前のこと。え、髪染めた？クラックしたよ。ね、もっと。すごい、綺麗な三白眼。口できない。さっきの時間に食べた。
てって言ってる。やめてやめて。私の iPhone がやりのすごいでんだけど。やばい。もっとかけてやばい。あのゆっぱかさん、餌は何食べたんですか。餌は何食べたんですかって言って、やばい、ミートソースダメだよ。アルパカはそんなもの食べちゃダメだよ。なんでなんか野菜とかじゃない、野菜とか食べないとダメだよ。アルパカは食べない、そんなもの。アルパカ私もダメ。2日連続でマジでカップラーメン食べたらもうニキビができちゃった。アルパカはジャンキーズだから。ジャンキーズ。みんなのショールームにこうやって出るのが好き。自分もやりなよ。たまにやりるよ。個人配信するとさ、確かに。よりちゃんにショールームやれって言ってくださいみたいな。うんうん、やんなよ。ショールームをさ開かなすぎてさ、うん、開こうとするたびにさ一からあログインとかしなきゃいけないのが嫌でさ、できない。めんどくさい。ログインが言われるのよく。だから自分で言ってくださいって言ってる。うわそれどうすんの。うわ足の指長。足の指長。え、そうなの。うわ待って、長いね。え、おえ親指より長いの。そうだよ、長いね、本当に。私マジで長い足の指。え、私の小指ぐらいじゃん。え、なんかそれ誰かにも言われた。リアルに私の小指ぐらいある。え、多分あるよ。え、私さ、爪がなかったら多分私の小指より長いよ。ほら。え、指の指こんなにあるんですけど。すごい。え、長いよね。なんでどうやって伸ばしたの。え、知らん、知らんよ。でも背中割り爪がね、ちっちゃい。ちょこん。それで爪の大きかったら怖いね。今にやっぱ、すごい。めちゃ長いんだよ。長いとなんか得ある。ない、痛い。 あの靴がさ、ああ当たってね。そう、うん。でも親指の大きさだったらさ、うん、24.5 とかでいけるけどさ、うん、ここに合わせるってなるとさ、うん、ちょっと難しい、うん、塩梅が。え、足の指長いと足速いって言ってよ。あら、だから、じゃあ萌ちゃんも長いのかな。あー、どういうこと。今度聞いたよ。あの、足の指長い。足の指の写真送ってくれる。やばい、やばい、ドン引きされそう。ねえ、面白すぎ。ラプンツェル。え、何ラプンツェル。あれみたい、今縛ってるから。あ、めっちゃ目回った。なんで回のは。いや、だから縛ってるプリンセスいなかった。戦いとか強い。え、違う。ん、え、なんかいい、いいファンみたいな。いいファン、あれだっけ。いい、うんうんみたいな。あ、わかんない。なんだっけ。あ、ああソーランみたいな。あ、あ、そう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 。なんだっけ、ソーラン。なんかそんな感じの名前。え、だよね。そうなの。ムーランだ。ムーラン。ああ、ムーラン。ムーラン。ムーラン。ムーランって戦い強いのかな。ねえねえ、香港のさ、うん、過去の放送とかやってないんかな今。なかったよ。多分、ああ、今日じゃない。もっと前か、12日とかからしたんだっけ。でもあれだった。TVerで怖いもの特集やってた。なんか。おすすめされたよ、なんかマジでバレてる。うん、なんかこれどうぞみたいな。あ、ちょっとやば、音が鳴る。なんかね、どうやっけな。ほらほらほら、あ、ほんとだ。入れとこう、これに。え、でもこれ結構怖いかも、マジで。嫌だ。あ、これ嫌だ。してもいい。うん、今日マジでお風呂入れない。うわー、懐かしい。見た。うん、本校やってるってだけテレビつけられないし、お風呂も入ってない。これ見たかも、なんか、確かに。これも覚えてる、あの斉藤匠さんのやつ。何、あ、やつこさんだ。あ、
歯磨き粉。はい。え、見たことあるよりさ。何？生で。え？なんで？いらっしゃった。あの。どこに？駅。え？あの服だった？普通の私服？うん、で、これで大丈夫さ。え、なんかマスクも意識高かった。あ、言ってたね。あの、うん、ミリタリーっていうか。あ、F4T。はい。え、怖いな。はい。怖い。いやー、楽しみやん。ね。そう、CM やっちゃってるから絶対フジテレビ回せないんですよ。確かに1週間前ぐらいからいきなりあのそうだルルルルルっていう曲が流れてしまうから無理なんですよね。確かにだね、昨日あ確かに香港出たいね。だなんかさ乃木坂さん出てたよね前。超怖かった思いがある。出るのなんか見る。そうだ、白石麻衣さんも出るよ今日。あ、出る、今日誰が出るキャスト今日。あと安村さんとか見えてますよじゃないだけ。違う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 笑っちゃいそうじゃない。なんか普段のさ、こう姿を見てるとさ、お笑い芸人さんだからさ、お笑い芸人さんってさ、演技上手い人多くない？え、多いかも。長谷川さんもそうだけど、確かに。でも楽しみかも。やばい。あとどなたが出るんだ。怖かった思い。なんか前のその乃木坂さんのやつはなんか怖かった。なんかエレベーター乗って、うん、みんなで乗るのね。でも病院なんだけど、あ、見たかも。そう、どう、何回やっても父から霊安室に行っちゃって、うん、で、ブンってなやつだった気がする。やばいなぁ。あ、コントしてる人は上手。うん、確かに楽しみね。病院かいやだ。めっちゃ怖いやつ。何が？くるみ割り人形のやつで。え、怖い。わ、覚えてる。懐かしい。なんで見たことあるの？大好きだった。なんかさ、ちょうど小学校の時とか学校から帰ってきてテレビつけるとちょうど怖いのやつなの？再放送とかやってて、近くなるとね。だからずっと一人で見てた。リビングで。世にも奇妙なまでしか見れない。あれも怖いよね、うん、でもなんか解読が楽しい感じだよね、うん、え声でかかった。みんなヨウさんの声にびっくりしてる。もうね、もう慣れた。これ見えていいやつだからね。うん、何度も言う。ね、本当に無理。面白い。いおりさんの椅子ないの？あの、この部屋に椅子十何脚あるんですけど、いおりさんは一向に座ってない。ずっとうろちょろしております。確かに。めっちゃ一緒だ。ないの。リサと一緒だね。椅子も立ってる。ん？立ってたね。さっきずっとずっと立ってたよね。怖い、逆に。面白い。あと何買ったっけ私。あ、食べ物持ってくるね。うん。おもろい。塾の先生かな。確かに塾の先生って
よりも配信すればいいのね。どうすんの？ログインがめんどくさいんだって。言ったよみんな。私はよりに配信したらって言ったよ。ね、大きくないこれ？ん？もう大きい。大きいよね。食べ物じゃなくて大きいから。大きいよめっちゃ。もうそのタレが美味しいんだよね。一回さ、なんか期間限定でさ、うん、紅生姜入ってたわけなかった？あった。ね、紅生姜大きいよね。何それ？あらヘルシーなもの。うん。一生しゃべんないですね、ほんとに。うん。うん？何先生だったの？うん？なんか塾の先生みたいだねって言ったから。ずっとその歩き回っての塾の先生っぽいねって。なるほど。あやった、くま。あやとりちゃん、くまりっと。くま、くま。しが耳に二つで、くま耳。くま耳って初めて知った。くま耳って初めて言ったんですけど。くま耳って存在するんですか？確かに食べるときも食べてる。あ、行儀悪い？あ、くまみみ。よき。くまみみ。くまみみってキットってさ、うさみにも聞いたことあるしさ、くまみ、あの、猫耳も聞いたことあるけど、くまみみって聞いたことある。あ、やっと座るじゃん。うん。やっと落ち着きました。それ好きね。これ大好きだよ、ね、最近リポビタンデーが好き。なんかあのイクラ前の時に収録の時に夜1日だったじゃん、うん、だからその時飲んだのしたら元気になった。あと一発、うん、マジで元気になったからおすすめです。リポビタンいいやって。これが大好き。美味しい。美味しいよね。ハイブミニ犬耳。犬耳をこちらこれなんだろう。これは、ワン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 。あ、スを二つで犬。そうです。で、これはピースを横にして三角。ポチャコミ、ポチャコミやこれ。本番パリもこれ。全部これシナモンこれじゃん。ホームプリもこれ。今言ってよ。言った？2個目に言った。わしの滑舌が悪すぎて。なぜさ、滑舌悪いんだよね、私って。そうなんつな。うん、思ったことない。え、あのゲーミングのナレーションの時マジで噛みすぎて、ほんとにごめんなさいっていつも言ってる。ゲーミングのさ、最後が緊張しない？あのさ、あ、今めっちゃ早口だよね。超早口。やばいよね。もう、もう何言ってるか分かんない、自分で。分かる。マジで忙しいよね。懐かしい。頑張った、この前も。あ、ユーをね。あ、ユー。あー、ユーを。なるほどね。滑舌。滑舌。滑舌。ああ、確かに私も影慣れ。影慣れってさ、噛まない人いるの？いないよ。誰かしら噛んでるよね。うん。だんだん長いの無理。舞台の時はね、謎に頑張れた滑舌聞きやすかった。多分遠くの方に届けなきゃって思ってたんだけど、まあ次はね、ゆいちゃんだもんね。うん、うん、ゆいちゃんが無事一
人見知りを発揮しないことを願っていれば無事発揮すると思われ。でもさ、結構1ヶ月ぐらいとかでしょ、大体。うん。じゃあ、もう席隣になった人とかと喋るくない？席隣になるかな？人と。大体さ、長い椅子、何や、長い椅子、長テーブルに椅子みたいな感じだったりとかしてさ。あ、そうなんだ。あとはなんか、ここのシーンどうしますかみたいな話すじゃん。話すよ。そうなの？うん。人見知り。まあ面白かったもんね。なんか本当に面白かった。本当に面白すぎて。本当にやめて。可愛かった。なんかマジで。いやいや。本当に。本当に人見知り。人見知りじゃないよねあれも。うん、いいんです。いいんだったね。うん、なんか。機嫌悪いのかなって思うぐらい、大丈夫、大丈夫、大丈夫、本当に、本当に大丈夫、本当にどないどない本当にダメなの。なのにさ、人見知りのくせしてさ、あのさ、うちらのグループラインでさ、うん、なんだっけあの、初めましてなんか絶対言うな。絶対言うな。もういいよ、見るよって言ってるけど、もういいよ、マジで。それもうさ、あれ、アフロらしき士だよね。うん、ね、分かってんだよ。人見知りのくせしてさ、なんかおもろいこと言ってさ、えって思った。だからあれは自己紹介みんな面白かったよね。うん、LINE の。LINE とさ、あと、みんなの前でさ、レッスン上でさ、はじめまして、はじめましてみたいな。まあまあまあ、そんなこともありました。忘れたけどね。だってさ、翔子って最初さ、瞳と渚と仲良かったよね。確か、多分ね、あの一緒だったよ、グループが。ああ。だから結構一緒にいるイメージあった。確かに。チョコリソっていつから？ね、いつから？ね、うん、でも合宿のご飯とかも隣だったかも。謎じゃない？あ、じゃあもうあれか、デビュー、デビューっていうかイコーラブのさ、デビューしますみたいな、うん、時ぐらいにあんの。なんかレッスンの時とかに、うん、なんかなんだっけ、なんか動画をあれしたりしてた。なんか分かんなくて自主練するからみたいなって、うん、もともとでもリサのこと知ってたよ。なんかあの前の活動のあれを知ってたから話しやすかった的な。なるほどね。うん、懐かしいね。うん、この前ね、あ、びっくりだ。お父さんとね、なんかご飯屋さん行ったらダイヤモンドリリーかかったの。あ、見た、それ、うん、なんかで言ってた、ストーリーで、うん、すごいな、嬉しくなってパパと超感動して、でご本人登場してさ、歌っちゃったの。あー過ぎてくーって言ったらパパに見なさい。パパまとも。パパまとも。面白い。嬉しいね。いくらの曲がかかってるの嬉しいな。あむにゃ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 む。スーパーでもかかって、確かに。なんかさ、一時期冬の季節有線でずっと僕くりが流れてたみたいなのを親から聞いて、そうだった。素敵、嬉しい。たくさん流れて、なんか夢はゲレンデで流れること、僕くりとかザフィフとかゲレンデで流れたらめっちゃ嬉しくない？フィフス流れてほしいな。ね、最高だね、最高。フィフスねえ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 って言って、それでリフト乗りたいの。えらい、いい、めっちゃめっちゃいい。あれって誰が選んでるんだろうね、結構。どうなの、ね、あら、109でも流れててよ、嬉しい。あら、田舎でしか
にしかないような百均で青さぶ流れてた。わすごい嬉しい。あみんないろんなとこで流れてるって。ダイソーでイコラブ。ねえ。ま？じ？で？どあれどうやって売り込めばいいんだ。どうなの？なんなの？誰が決めてんだろうね。ダイソーで流れてためっちゃ多い。なんでダイソーなんだろう。ダイソー？ダイソー？ダイソー、イオンでトリガー流れてた。嬉しいね。だいたい優先だからリクエストすればいいんだって。じゃあ皆さんリクエストしてお願いします。優先チャンネルがある。ちょっとお願いチャンネル。チャンネルって久しぶりに使ったわ。確かに。馬先のスーパーでシトロン流れた。嬉しい。富士そばで流れてほしい。イエーイ。嬉しい。もうかわいい。かわいいキラキラじゃん。チョメ。かわいい。流れてる。嬉しい。これなんだろう。ブリキでしたの超かわいいじゃん絶対。フェイント。めっちゃ凝ってる。痛い。ねめっちゃ硬い。凝ってるんだ。バカ凝ってる。あっち行ったらや。瞳。寝てる？うん。いない？座ってる。座ってる。何？寝てる？シネマ流れてたって。でもなんかあれだ。流れてる。政治でわかんない。何よりでシネマ流れてて。なんだろう。流れるんだね。懐かしい。でも私シネマ好きだよ。ダンス全然覚えてないけど。ダンスむずいよね。マジ覚えてない。あ、なんだっけ？もう覚えてないよみんな。あ、違う。全然違う。なんだっけ？テイクだっけ？あれ？テイクねえば最初はてん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 てやーと外で会えますね。こんなんあ、そうだよ。でもそのイントロが全然出てこないの。やばいな。普通にやばい。やーと外で会えますね。シネはめっちゃカラオケで歌うよさな。マジ好き。なってる。ね、やるかな6周年。6周年なんか何やるんだろうね。でもなんかね、もう練習、ね、うん、早くね、えやったら嬉しいな。怖いな、なんかリサボークやるから。リサボークね、本当にやめてほしい。あれ本当に恥ずかしかったもん。死ぬかと思った。あれもう誰もがさ卒業するんじゃないかと思って。緊張するから。ほんまに本当にハート。あー、ハートじゃないよ、それネギだよ、ネギ。ネギ、ネギ、ネギの頭の部分。なんでってそういうこと言うよ。ネギやばい。ハートやろ。ねえ、あなた一人に映る。私ちょっと可愛く。そこのリターが好きで、一生懸命歌ってる表情が超可愛い。後ろ向いてるから見れないんだよね。そう、後ろ向いてるから分かるから。モニターに出るから。でもモニターないとね。でも大体モニターあるからそこで見て一生懸命。緊張する。あれ一番緊張するよ、あのシーンとしたの。私は岩間にさ、リサと同じ回数だから、ダイレクトに聞こえるの頑張ってる。いや、暑い。本当にね、あのシーンとなるのが一番苦手なの、曲の中で。だから、わちゃわちゃしたい。なんかさ、シーンとしたところでさ、歌うの。そうなの。だって聞いてるこっちもめっちゃ緊張するもん。あのスキー家のさ、いおりの最初とかもさ、私もめっちゃ緊張する。これだから、これだからめっちゃ緊張するよ。知ったなるの無理。すげーって思いながら。あと、今日もまたの時さ、桜作ってる時もちろん。あー、緊張する。となるとね、無理。あと、なんだろう。あと、マイカの、なのに。あ、そこじゃないわ。君と二人で、ねえってことも緊張してる。人のパートでめっちゃ緊張して
山に海鮮とかあるんだよ。二人基本二人ずつ。うん、二人ずつ。私はずっとリサだよね。うん、確かに。サナリサ？リササナ？ツンリサ。ツンリサ？基本だってツンサで。あ、そんなことない。そのまま。うん、そう。私たちは？イオツンなの。イオツンなんだ。そう。ヤマリって何が聞こえてるの？カラオケ基本。まあでもその自分でオーダーっていうの、オーダーができるんだけど、あのカラオケ音源、音楽だけとか、うん、あとはちょっとうっすら CD 音源流しておいてくださいとか、返しとかね。そうそう、自分の声を大きくしたいですとか、クリックをめちゃめちゃ入れてください。クリックってのこうっていうやつがさ、ゆりちゃんになると一緒、一人。あ、一人。いいな。いいなとか言ったら違う。一回一人どうさ、一人。そう、記憶の中で歌った時にさ、ゆりとさ。二人で歌ってるはずなのに、よりの声が聞こえなくて不安だったんですよ。で、サナの声入れてもらってて。あ、本当に？全く聞こえなかった。だから、え、ゆり歌ってないって思って、チラッと見たらガッツリ歌ってて、あれ？歌ってるよ。回線が遠かったんだね、私たち。うん。ふん。一人とか。え、じゃあもう一人も一人ってこと？あんのかな？あんのあんのは違う。ありがとう。なんか一回耳のなんかになったときに、ああそうだね。なんかなったときに、一人になってから一人。うん、うん、確かに。マリカは耳嫌だった気がする。ああ。ゆりちゃんその指だね。あ、でもなんかたまに。トンちゃんって言わない？チュンチュン。あ、そうです。鳥。チュンチュン。バットタイムいついつなの？1時56分。あれ何分からだ？2時半。そう、ちゃんとやってもらいました。すっごい。誰？短っ。短っ。誰？ショコ？いや、うん、え、アンナ？あれはやばい、あれはやばいって。アンナ？ねえ、短いよ。ツンツンツンじゃない、なんだか。ここ、リサ。今ね、いよいよ履いてたの。ねえ、だから履いてきたよ。あのスカート履いてきたね。あ、そう、一緒に履いてた。そう、短くて。え、ちょっと、短い。え、待って待って、待って口だと思ってた。やばくない？あんなしか着れないかもね。
次回、うん、あー面白い、ね、本当にウケるじゃん。反射でした、反射で映ってた。あ、本当だ、本当に面白いよ。おもろいな。美味しそうこれ。何？美味しかった。なんかね、どれかが美味しい。どれだろう。なんかね、味濃くて美味しかった。いや、本当面白い。安心してください、見えてますよ。ダメないよ、もう絶対にダメなんだ。いや、危ない、マジよく危ないよ。絶対にダメ、見えちゃダメなんだよ、本当に。え、めちゃ美味しい。あ、はい、いるよ。いくら食べたい。誰？やすこさん、うん、ほら、好き。やっぱさ、私やすこさんとかの高木ひとみわるさんみたいな人が好きだわ。癖になる。いい。ねえ、踏めそうで踏めないこの距離。2番大好き。うん。あなたからそっとふっと近づいて。でも何やるんだろうね、6周年。マジックショー。やばい、いろんなの出てくる。ハト、ハトご登場しちゃう。ハトだそう。なんだろうね。でもさ、できたら超かっこよくない？うん。どうですか、私たちがマジックをやり始めたら皆さん嬉しいですか？サーカスしよう。ハラハラしちゃう。うん。あ、でもその前に確かに感謝祭ある。見て、何？ちゃんと可愛い。あ、可愛い。スカートいいよ。見たいよ、本当に。歩き回ってるの。もうダメだよ。何あれ、あの子もだよ。ん、あの子もそうじゃん。うん、なんかさ、たまにさ、階段とかさ、エスカレーターでさ、うん、ショールームでいいかもなんかミニスカとか履いてる女の子見ると本当に守りたくなる。自分がその後ろに立ってなんかこう守るみたいな。かっこいい。なるほどね。短い。だってさ、一番見えるか見えないか一番エロいんだよ。なんなんこの人。それこそ見えてますよの方が見えてますよ。見えてますよだったら見えていいものじゃんって思うけど、やっぱこうやってやるとあってなるから。うん、ね、女の子みんな気をつけてください。もう気をつけてくださいね。うん、分かってるね。分かってるねじゃねえよ。誰だよ、分かってるね。言うたのそう思っとるんか。次は誰？食べて飲んだからお腹が出て、うえぇこうしたい。触るな。なんで？あ、隠したじゃん。触るな。硬い、ほら腹筋がある。うん、今張ってんの。頑張ってる。胃袋が。え、でも出ないね、別に。出とる。短いスカート履いてくる。もう何も下履いてないの。履くよ。履くわ。こう見えていいやつですから。あ、本当にやめてな。
何で今の本当におかしいよね。これはこういうやつだから見えていいやつですからって言いながら本当によ、見えていいよって一応見せないよね。今日の時代は本当に序盤が面白かったよね。本当にその見えてますね。間違えちゃったの。安村さんみたいな、履いてますよ。それを履いてますよ。安心してください。見えてます。そっからだよ。本当に勝ち飛んで、あれなんだ。大丈夫なの。本当に面白い。本当にそうだよ。今日シネマのさ振り付け覚えてる？あんな覚えてそう。全部覚えてそう。おすごい。あ意外に覚えてる。この反射ですごい見えてる。いやすごい。すごいあれは？あとなんだ。イントロ。ティン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 。わあすごい。あれじゃあじゃあからだ。すごい何でも覚えてるんだ。それ汚いよ、ちょっと汚くない、こんなもんだよ。あ、部活ね、でこの前やってるね、部活。こっちやった背のみんな部もこの前やった。あー、サクサクライブで見たい。おあ、ズルズルもね、確かに、まあ、渚が卒業してからね、やってないよね。あ、祝祭やってない。やってない。やろうぞ、やろうぞ。最初1位じゃないか。ようこそ我が城へ。これさ、
合合にできるのかな。あ、確かに。そうかも。あ、うん、でもさ、え、どうなる？ゴンゴンが言ってんの、バイちゃん。やば。五六とかでさ、渚が五の方にいたらさ、四六になってませんのかな、振りが。そっか。あ、そんなこともあるのかな。頑張るの。誰かが振りを変えなきゃいけなくなる。うん、なるかもね。怖いね。ドキドキ。ドキドキ。それってシトロンのあれか。ストロンのあと何やってないんだ。祝祭の時もう一個確認ないの。ずっと待って。と？夏祭りか。そう。あとなんだ。6万円のシングルってなったっけ。どうしようじゃん。ずるずる。もう最近カメラもやってないもん。回ってない。あ、やってないね。フィフスもやってないし。うん、冬だからね。クリスマス。クリスマスは手遅れも意外とやってない。あ、やってない。てない久しぶりに東北みたいな。
一番なんか演出がいっぱいできるから。うわ怖い、じゃあ、あれやりたい。あのでポンプアップみたいな。え、そう。え、あんまそれ言った、スタッフさんに。やりたいって。ジャンプアップしたい。でもあれ、リフめっちゃむずいんだって。マジ？だけん、なんかめっちゃ運動神経いい、すごい人でも。無理じゃん。って言われて、え、できない。え、じゃあゆっくり上がってこう。ジャンプじゃなくて、こうゆっくり上がってくる方にしましょうね。それで、いいな、ついて、ジャンプした時に炎とか出してもらってごまかす。いいじゃん、いいじゃん。ええやん、ええやん。あ、ボンプ、あ、歌ぶりがなんかそんな演出あったな、ミセンパーかなんか、うん、かっこいいよね、パンパン、パンパン、うん、ミセンパーって始まるの。じゃあさ、あれ知らん、知らんって覚えてきてさ、めっちゃかっこいいかと思えばさ、チャラチャン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 ってさ、めっちゃ優しい曲、めっちゃ66とか始めてる。合ってる？いいな、知らないか、みんな。歌ぶりじゃなかったかな、アイドルだったかな、あの子バーン、あの子のイチャラギャップどころじゃない、ギャップ萌え見せてかん、ギャップ萌えやろ、萌えじゃねえ、ライブ映像あるって思ってる方いる、ライブの、あ、ダンスライブのとこいいね、確かにかっこよさそう、いや、ちょまげ。でもさ、それで着地失敗したらダンストラックよ。心落ち込んでるだよ。なんか足をさ、しくじる人多いから。足くじいちゃったりしそうだよね。ね、ちょっと失敗したら。やっぱ私は静かに上がっていきます。そう。あれやりたいっていうかと思った。手遅れの和音。懐かしい。懐かしい。タイニー和音は本当に。懐かしい。ああ、おもろい。で提案してみて。手遅れたら。これ揺れが吠えるっていう演出はどうか。ジュ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 。わおー。やばい。ええじゃん、ええじゃん。ええじゃん。そっからさ、一回さ、ケモフレ挟もうよ。あ、やばい。わおー。何なのに、ここで一緒。そうじゃない歌おう歌おうやばい歌おうやばいエモよ美しい帰るエモエモじゃあ6周年コンサートは、うん、ケモフレガルフレ再演ということでいいやりましょう絶対にやばい絶対にやろはい、コントやってたじゃん3周年でさえ、じゃあ怒ってる懐かしい痛ってもう一生やらないでやろうこうなんかあのコントを痛ってたねえ、痛いよ今まで一人ずつごめんあのケモフレでさ自分の紹介された時さ、うん、ちょっと一言言ったじゃん、うん、あれを思い出してつなげとくのうんぱー待って懐かしいなあお芝居歌が必要なのわー言ってた待って懐かしい違うお芝居で教えてあげるみたいな感じだった、お芝居ね早私教えてあげるみたいな感じだったなバンテテ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 テ私はアンナと仲悪かったからね、やそうだよお芝居に歌なんて、お芝居にはいらなーいその時のキアラに戻ってほしいギリ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 とかやばいめっちゃ可愛かったんですよ懐かしい寂しくなっちゃうなぐる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 ぐりぐりぐり楽しくなっちゃうなぁやだお地蔵さんです、うん、違うんだじゃないよいや何時15分とかあと10分20分やもうな、もう始まるあと10分あと15分あらららららすごい美声だねあらら始まっちゃう
くないの？こしょいよ。なんでそんな平常心なの？こしょい。うん。あ、こんにちはね、懐かしい。じゃん。この歌さ、歌ってる方の本人より他の方が謎に覚える。かゆい。言ってあげる。どう？そこ経由で私のこと見せたのずっと。言ってたよ。へえ。わかる。生徒会ソングとか。そうだよ。じゃあね、あんたが。記憶正しく喉が。なになに？ねえ、やめて。面白すぎ。それはオリジナルソングなの？うん、あ、既存の歌なの。懐かしい。夏。やばい、もう泣いちゃうよ。気持ちいい。見たら。アンナがね、そうだね。いい声ね。お口に毎回。毎回にさ、毎回にさ、歌った後じゃ。あのカーテンで歌うよ。よりさん、よりさんみたい。よりさんみたい。あ、夜のカーテン、窓から。12位、メリーダ最近なんかいっぱい。あ、待って、変わっちゃった、変わっちゃった、変わっちゃった。変わっちゃった、変わっちゃった、ばー。ねえ、本当に、やばいよ。ちょっと待って、もう一回。13位、メリーダさん、12位、孫悟空さん、なんか珍しい。思い出して、ね、魚魚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 ティング6位タカニ、5位オレン、4位コレン、3位タカス、2位ザンマイちゃん、1位がミスちゃんでした。ありがとう。報告で終わり。ねえ、BGM みたいになっちゃう。やばいやばい。報告です。皆さんありがとうございました。楽しいお昼配信でした。またね。お邪魔しました。ありがとう。ありがとう。3部だね、次は。またね。